キリュウさん、それじゃ。いいですね。私、カラオケ大好きなんです。いらっしゃいませ。何名様？2人だ。料金は？それではご案内。私この曲得意なんです。歌いにくい。申し訳ない。次はキリュウさんの番ですよ。
起きてこないよ、俺も寝よっかな。キリュウさん、ひょっとしてカラオケ初めてなんですか？そろそろお時間。それじゃあ、今日は長く楽しみましょうね。こちらです。そうなんですか。どうです。中華料理のお店は私も大好きなんです。美味しいですよね。わあ、キリュウさん太っ腹ですね。キリュウさんと初めて。悲しいですね。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。いくつになっても恋をし続けることだ。なんだかロマンチストみたい。でもやっぱり恋っていいものですよね。ありがとうございます。そろそろお時間。かしこまりました。空は台湾が好きだ。ありますね、やっぱり。私そうか。でも今いる日本も、それになんといっても好きな人だから、自分でも帰るのがいいのか。なるほどな。その好きな人が台湾に。俺も台湾行きたいわ。キリュウさん、ダジャレですか。忘れてくれ。だが台湾に行ってみたいのは本当だ。飯もうまいし、日本にも友好的だと聞くしな。ぜひ一度行ってみたいと思っている。本当ですか。じゃあぜひ今度一緒に行きましょう。案内しますから。ああ、よろしく頼むぜ。ちなみにキルさんならどうです。状況次第だろうな。ただもしそういうものがないなら。なるほど、そうですよね。ありがとうございます。それはよかった。はい。そうか。それにユーモアも。頼むから忘れてくれ。
しばらく。